今日はホテル風のエッグベネディクトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はホテル風のエッグベネディクトを作りたいと思います。エッグベネディクトといえば、上に乗っかってるポーチドエッグはね、ちょっと難しいなと思うかもしれないんですけれども、今回はですね、お家で簡単に作れる作り方をご紹介します。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。今日の材料はこちらです。イングリッシュマフィン、ベーコン、アボカド、卵、お酢、有塩バター、卵黄、レモン汁、塩です。こちらの材料で作っていきます。ちなみにオランデズソースはバター、卵黄、レモン汁、塩、この4つで作っていきます。それでは早速作っていきたいと思います。まずポーチドエッグから作っていきます。ポーチドエッグ作るときは新鮮な卵がおすすめです。そしてあと用意していただくものがこちら、ザルとボウルです。網目の粗さはこのぐらいです。あまりこれは細かくなくて OK です。でもしこういう万能粉式がなければ、こういう普通のザルでも OK です。こちらを用意してください。それではね、失敗しない綺麗に作れるポーチドエッグの作り方をご紹介していきます。ポーチドエッグは普通お湯の中に卵を入れるんですけれども、卵をお湯に入れる前に一度卵をザルの上に割って、卵のちょっと水っぽい卵白を取り除きます。それを取り除くことで、とても綺麗なポーチドエッグを作ることができます。割ります。そっと割り入れましょう。ザルの上に置きます。そうすると濃厚な部分だけが残って、水っぽい部分だけがこのボウルに落ちます。このように水っぽい卵白だけが下に落ちます。それでは卵が浸かるくらいのお水を沸騰させてください。沸騰したらここにお酢を加えます。沸騰した状態で入れます。そして再沸騰させます。このグツグツの状態をキープしていただいて、菜箸でぐるぐるぐるっとお鍋の中をかき混ぜてください。でこのようにくるくるくるっと回ってる状態ですね。真ん中めがけて卵を落とし入れます。シュッと優しくですね。はい、あとは火加減強火にします。でこのブクブクの泡で卵がくる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 回るので、鍋にくっつかずに綺麗なポーチドエッグを仕上げることができます。なのでしっかりと沸騰させた状態をキープさせてください。このまま2分半加熱していきます。時間が経ちました。それでは火を止めてお玉ですくいます。このように表面がつるんと仕上がりました。ザルで一度こしていただくと、このように綺麗なポーチドエッグを作ることができます。でこちらをお水の中に冷やします。水に浸すとお酢の酸っぱさも抜けて、あと半熟の卵もキープすることができます。このまま5分ほど水に浸しておきます。それでは続きまして、オランデーゼソースを作っていきます。まずこちらのバターを電子レンジ600ワットで30秒から40秒加熱して、溶かしバターにします。30秒加熱しました。そしたら一度こちらをしっかりと混ぜましょう。バターの固体がなくなれば OK です。それでは別のボウルに卵黄とレモン汁、そして塩を入れます。こちらをよく混ぜましょう。このように30秒ほどよく混ぜてください。それではここに溶かしバターを少しずつ加えて混ぜていきます。混ぜます。そうするとね、だんだんこうもったりとした感じになってきます。また加えます。だいたい 3,4 回くらいに分けて加えて混ぜてください。加えます。バターを直前に温めて熱々の状態で入れると、たまに卵がね固まってしまう時がありますので、バターを最初に溶かしといて気持ち粗熱を取りましょう。はい、そして最後加えます。よく混ぜます。先ほどより少しまったりしたかなという感じになりました。それではこれを一度電子レンジ600ワットで10秒加熱します。それではよく混ぜましょう。もったりするまで混ぜます。レンジの種類によっては10秒でも加熱時間が多い場合があります。なので最初5秒ほど加熱していただいて、その後扉を開けていただいて、残りの5秒ほど加熱していただくといいかなと思います。これで OK です。さっきよりもすごくまったりした感じになったの分かりますかね。このぐらいのとろみがつけば OK です。オランデーゼソースはこれで完成です。あとはですね、トッピングしていきます。まずこちらのイングリッシュマフィン、真ん中にこう線が入ってるので、ここをめがけて2等分にします。こ
このように2つにします。イングリッシュマフィンとベーコンは焼いていきますので、トースターで焼いてもいいですし、あとはフライパンでこんがり焼いていただいても OK です。今回はトースターで焼いていきます。なので天板の上に置いていただいて、あとはねこちらのベーコンも一緒に焼いちゃいます。まあ、トースターですとこうやってアルミホイルを敷いていただければ洗い物も少なくなりますので手軽にできるかなと思います。イングリッシュマフィンとベーコンがこんがりするまで焼いていきます。焼いている間にアボカドをスライスします。まずアボカドはねこう半分に切っていただいて皮を剥きます。もう熟してるものだと手でねこうやってペロッと剥けますので、綺麗にねこうやって剥がれます。なのでこのように手で剥がしていただいてもいいですし、包丁ね使っていただいても OK です。このように皮を剥きます。そしたらですね、今回ちょっとね変わった切り方します。少し縦にしていただいて 0.5 から 1 センチ幅にスライスします。少し切りづらいので手を切らないように注意してください。今回はこちらをこのまま使っていきます。で余ったものはですね、レモン汁をね表面に塗っていただくと変色しにくくなりますので、ラップで包んでこのまま冷蔵庫でね保存していただくといいかなと思います。はい、いい感じに焼けました。それでは取り出します。はい、このようにいい感じに焼き色がつけば OK です。それでは盛り付けていきます。もうあらかじめねお皿にお野菜も一緒に食べる場合はね添えていただくといいかなと思います。イングリッシュマフィン半分置きます。そしてまずここにベーコンですね。すでにねこれだけで美味しそうですね。でここにカットしたアボカドです。はい、このですね真ん中をこうやってくり抜いておくと、ここにちょうどポーチドエッグがスポッとはまります。それではですね、こちら水に浸しておいたポーチドエッグです。置くときはしっかりと水分を拭き取ってから使いましょう。これを置きます。はい、それでは最後にオランデーズソースをたっぷりかけます。はい、トッピングで黒胡椒をかけてみました。こちらはお好みで OK です。これでエッグベネディクトの完成です。こんな感じに仕上がってます。すっごく美味しそうですね。はい、ポーチドエッグもつるっとした仕上がりで、オランデーズソースの色がすごく映えますね。こんな感じに仕上がりました。はい、こんな感じでちょうどいいトロトロ卵に仕上がりました。それではいただきます。卵がトロトロに仕上がりました。このトロトロ具合が最高ですね。ではいただきます。すっごく美味しいです。このポーチドエッグのこの白身の食感と中の半熟の黄身が最高ですね。オランデーズソースもいい酸味があってとてもマッチします。美味しい。贅沢ですね。これはねぜひご自宅でやっていただきたいですね。もうほんとホテルの朝食みたいです。今日も美味しく仕上がりました。まずこのエッグベネディクトの一番のメイン、ポーチドエッグのポイントです。まずポーチドエッグを作るときは新鮮な卵はおすすめです。卵は時間が経ってしまうと卵白が水っぽくなってきてしまいます。でその水っぽい卵白が多いとですね、綺麗なポーチドエッグを作るのがとても難しくなってしまいます。なのでできるだけ新鮮な卵を使って作ってみてください。で今もお伝えしたんですけれども、その卵白の水っぽい部分があると綺麗な形になりません。なのでお湯で茹でる前に一度ザルでこしていただいて水っぽい卵白だけを取り除きます。その水っぽい卵白を取り除くだけで驚くほど綺麗に仕上がります。ぜひこの方法で一度作ってみてください。そしてオランデーズソースのポイントです。オランデーズソースは今日は電子レンジで簡単に作るレシピをご紹介しました。材料をすべて合わせていただいて、ある程度混ぜて少しもったりしてきたなっていう時に600ワットの電子レンジで5秒から10秒ほど加熱してください。そうすることでもったりとした濃厚なオランデーズソースになります。加熱しすぎてしまうと固まってしまいますので、最初5秒ぐらい加熱して様子を見ていただくといいかなと思います。あと今日具材はベーコンとアボカド、この2つを入れました。こちらはお好みでサーモンとか入れていただいてもいいですし、アボカド抜きで作っていただいても OK です。エッグベネディクトは見た目はすごく華やかなんですけれども意外と簡単に作れますので、ぜひお家でもエッグベネディクト作ってみてください。
今日はトロトロ卵のエッグベネディクトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Insta、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。